はい、それでは続きからやっていきましょう。墓地かな、ここは。あ、マーカスいますね。なんとかジェリコから逃げ延びて墓地に来たようですね。何しに来たんだろあ、カールのお墓かな？打ち明ける。わからないんです、カール。平和に暮らしたかっただけなのに、何もかも目の前で崩れ去っていく。戸惑い。もうわからない。壊れかけながら正しいことをしようともがいている。答えが欲しいだけなのに。大きな決断。誰の血も流したくなんかない。でも何もしなければ殺される。僕の決断でみんなの運命が決まるんです。僕は一体どうしたら。重い。あなたに会いたい。あなたがここにいれば。カールがいれば。お墓参りに来たんですね。ん？レオ？カールの息子のレオじゃない？これ。そうだよね。ダメ息子のレオ。気づいたかな、マーカスってこと。ここで終わりかな、場面が。ん？今度はどこだろう。また廃墟っぽいとこですね。あ、まだ結構生き残りのアンドロイドがいるって感じかな。教会っぽいね。廃墟の教会？新しいアジトかな。よくこんなとこ見つけたね。これからどうする？仲間に語りかける。カーラに謝罪する。コーナーの運命を決める。なるほどね。まずはカーラの方に行こうか。これは？カーラじゃないじゃん。状況。奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って。駆除って。数時間もすれば俺たちだけになる。生き残り。あ、システム傷。状傷。況は平気。撃たれたもんね、ちょっとね。弾は部品に当たらなかったから。あ、よかった。私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動して、お願いだから。生き残り。何人生き延びたんだ。数百人。数百人か。あとはみんな街中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。数百数人時じ間ゃで決着がつく。どうしようもできんだ世界ろが変わるのじゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。う。なんかできるの？どんな選択をしようと。ついていくわ。愛してるわ、マーカス。俺もだよ。そのスキンシップの方法斬新だよね。だからね、何回見ても。メモリー共有。またノース上がりましたね。ちょっとイチャついてる場合ではないんですよ、これ。本当に。そこに誰かいるね。他は？あ、カーラ、ここにいるんだ。ガーラ、俺たちといれば安全だと思うごんめんだ。ね。ここにいるって言っちゃったからね。間違ってたよ。街を出るんだ。まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。
最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。越えられるか、この事態で。マーカス、みんなを救って。また二人きりになっちゃったね、アリスとカーラ。あとはコナーか。コナーはどこにいるんだろう。ジョシュがいるね。ちょっとジョシュ、救った仲間だもん。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。よし、そうか、ありがとう。何も言わんのかーい、何も言わんのかい。あとコーナーはどこにいるんでしょうかね。え、あそこ、あそこ、あ、いた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 。僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。そうだな、バカだったよ。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス、僕を信用できなくても無理はない。許す。君はもう仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。なるほど。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。サイバーライフタワー、自殺行為だ。信用されてる、入れてくれるさ。あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。コーナー、気をつけろよ。もうそれしかね、頼るとこ残ってないもんな。苦渋の決断だろうが。コナー、男を見せてくれよ。仲間に自分の決断を伝える。よし、話す。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。お、なんか選べばいいのか。世論は支持になってますね。平和的な交渉を行い政府に圧力をかける。デモか、収容所を攻撃しアンドロイドを解放する革命か。ここはやはり平和路線で進んできたんで、罰のデモでいきましょう。デモ。分かってる。みんな怒っているんだろう。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できないんだ。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。あの、下がっちゃった。心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいいか。アンドロイドの士気は上がってるね。すごいカリスマ性だ、マーカス。あくまでも平和的に俺は行く。あとはコナーだね。はい、というわけでマーカスが仲間のためにデモを行うことを選ぶということで、続けていきましょう。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。ワシントン、ホワイトハウス。民間人の行動を厳しく取り締まり、
集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。緊急事態ですね。国民の皆さん、完全にアメリカは我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領、どうしようかな。アッキング、アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。なるほどね、もうみんなアナログなんだ今ね。収束に向かっています。大統領、こちらは変異体のリーダー。変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。大統領、大統領なんだね、このね、おばさんね。報告によると化学物質の搬送車が消え、定期販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。隠してますね。大統領閣下、質問が絶えないですね。ジェルコへの攻撃。昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が捜査網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。どうも、これで終わります。会見終わりなんだ。質問絶えないよねこれね。おっと、車が走ってますね。サイバーライフと書かれたところですね。検問かな？タクシーですね。誰が乗ってるんでしょうか。あ、開いた開いた。あ、コナーですね。コナー、モデル313-248-317。許可は取ってる。ID 認証が完了しました。よし。取れるんだ、コーナーは。まだ信用されてますね、サイバーライフね。わ、すごいなこれね。え、わ、すごい、これ何これ、すごい、未来っぽい。サイバーライフタワーに向かってるでしょうかね、話に出てたね。本社なのかなこれ、サイバーライフの。すごいな、本当にタワーだね。なんかラストダンジョンって感じだね。わ、すごい、形がなんかおしゃれ。魔王いそうで、魔王。さ、降りました。変異体となったコーナーはね、無事に目的地まで到達できるんでしょうか。どうも、ただいま。ついてこい、連れてってやる。どう、ありがとう。でも一人で行きます。そうか、だが命令なんで。すごい装備してるな。とりあえずついていきましょうか。まあ今やね、サイバーライフといえどアンドロイドに敏感なんでしょうね。こんな時代になっちゃったからね。どこに行くんだろうね。捜査官23認証。あ、すごい、勝手に認証されてる。スキャン完了、アクセスを許可します。なるほどね。あ、なんかアンドロイドがいっぱいいそうぞ、正面の方にね。なるほど、すごいなここ。中に植物まである、木がね。どこに行けばいいの。とりあえずついてきますけども、めちゃくちゃ目的地まで遠そうな気がしないでもないね。上の方に行くんじゃないのかな。あ、エレベーターかなこれ。
アンドロイドがいっぱいいますね。こいつら仲間にしちゃえばいいんだけど、マーカスみたいにねできないからね、コナーはね。多分捜査官54、31回、正門認証を完了、アクセスを許可します。49階にある倉庫に向かう。目的地は49階のようですけども、とりあえず31階にね行くのかな。ガードを無力化する。何これ、ちょっとシミュレーションしてんのかな、これで。あ、撃たれちゃうね。ダメね、失敗。ダメか。これはまず足をこうキックして、ダメだね。ダメね。他になんかないか。ダメ臭いのこれ。ダメ臭いねこれ。いいね、こうして OK。 あ、いった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 、実行。ほら、よし OK、 よし OK、 OK、 連打連打連打、あれに連打。あ、ミスった。おっと、おう、なんとかだった。普通に殺害しちゃったんだけど、普通に殺害しちゃったんだけど。 ID と行き先を提示してください。捜査官54、49階へ、正門認証を完了。ナイス、オッケー。これで49階に行けるのかな。あ、また場面切り替わりましたね。西部工業地区バス停にたどり着く。あ、カーラかな。最終バスは20分後に出る。あまり時間がないわ、急がないと。こんな緊急事態でバス動いてんのかな。20分、結構時間あるね。話す、大丈夫。大丈夫。カーラ、すごく寒いの。え、 YK500 型セッティング、体温センサー作動中。どうしようこれ、そのままにしよう。機能オフとかやだよ、もう。一応人間みたいに扱わないと。本当に寒さ感じてるのかな。これは、あ、大統領ですかね、あれね。さっき見ましたね、演説で。演説というか、あれか、記者会見みたいな感じ。あ、銃が落ちてない。あ、アンドロイドがやられてる。ひどいね、本当に。使える、それ。一応拾っておきましょうか、これ、護身用にね。女子供じゃちょっとね、心もとないんで、武器ぐらい持っててもバチは当たらんでしょうが。ほら、もう行きましょう。行こう行こう。なんか来たよ、車が。ごっつい車あったね、走行車的な。おい、やめろよ、ひどい。カーラ、どうする。助ける。行かないとバスに乗り遅れるわ。離れないで、見つからないように通り抜けていきましょう。心配しないで、うまくいくから。こっそりね、隠密で、隠密で行こう。兵士に見つからずに進む。隠れる、車の陰に、ね、隠れていきましょう。そっち見てるね。さささっと、うわ、連れて帰ってる。うわ、慎重に行きましょう。やばいなこれ。よし、行こう、隠れろ。早
大丈夫かな。ドキドキする。いっぱいいるじゃん。車乗せられてるね。こっち行ったらバレない？こっち隠れる？大丈夫？うわ、めっちゃドキドキする。やばいやばいやばい。見て、ルーサーだよ。え、ルーサーだ。本当だ。本物？助けるのは無理よ。兵士がたくさんいるの。置いてくなんてダメ。殺されちゃうよ。ルーサーこんなとこ逃げ延びてたんだ。ルーサーを救う。分かった、行こう。どうやって助けるこれ。さあ、おい。君たち誤解だよ。私は人間だ。家に帰らせてくれ。人間？妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。え？そんな、やめろ、やめてくれ。アンドロイド？あ、アンドロイドだね。ブルーブラッドだからね。人間のフリしてもすぐバレちゃうんだ。どうするこれ。めっちゃ見ちゃったけど。行った？行った？よし、こっち行こう。そう、下に隠れて、下に隠れて。いいね、いいね、いいね。どうやって助ける？武器を見つける？武器？なんだこれ？これで行くの？これで。え、レンガかなんかこれ。ゆっくり近づく。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。よいしょ。よし、いいね。カーラ、静かに静かに。お前まで死んだらどうする気だ。いや、声静かに。アリスは隠れてるわ。カーラ、助かったよ。誰？命の恩人だ。誰？見つかる前に言って。誰？アリス。いや、そんなんいいから。感動再開から逃げるぞ。隠れるぞ。まずは隠れよう。もう会えないかと思ったよ。駅で落ち合うつもりだったが捕まっちまってね。逃げるぞ、早く。行きましょう。もうあまり時間がないわ。大丈夫？あ、いた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 。いるよ。見つかる見つかる。いや、こっち見ないで。あっち向いて。やばい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 。ちょっとあっち向いて。よし、今チャンス。ルーサー体でかいよ。バレそうバレそう。よし。おう。え？あ、撃っちゃった撃っちゃった。あっち向けあっち向け。よし、チャンス、いけ。よし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 。なんとかなんとかこれだぞ。だからルーサーでかいて。でかいて、ちょっと。あとはそっちね。走る。見てる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 。見るな見るな。あっち向いて。あっち向いて。しっ、見た。いけ。よし。うまくいけたぞ。あ、バスあるね。もしかしてこのバス？またいた兵士。検問所。検問所？パスポートはあるけど何が起こるかわからない。迂回した方がいいんじゃないのか。もう時間がない。乗り遅れるわ。うん、でも安全だろ。経路を選ぶ。検問所危険。3分、11分、9分しかないもん。だってこっち行くしかないじゃん。もうこっち行くしかないじゃん、時間的には。どうしようどうしよう。いけるこれ。めっちゃドキドキするんだけど。え、普通に歩くのこれ。どうもー。え、ただの親子です。思った奴らは苦手だ。そわそわする。落ち着いて、いいルーサー。ただの家族でーす。で ID の提示を提示しまーす。パスポート外出禁止令が出てます。やむを得ない場合以外は外に出ちゃダメなんですよ。知ってるけどさ。行き先は
アリスを予定する。友達の家に泊まったので迎えに行って帰るところなんです。疑われてるぞ。マジ？落ち着かせる。落ち着いて、心配ない。お嬢ちゃん大丈夫？震えてるな。どうしたの？風邪。風邪ひいてて熱もあるの。家に連れて帰らないと。いいですか、気をつけてください。変異体がうろついているし、みんなピリピリしてるんです。早く家に帰って。わかりました。熱があるのは本当なんですよ。ありがとう。大丈夫かな。ちょっと待って。何何？気づかれた。殺されるぞ。何もしないよ。何もしないでルーサー、いいわね。撃たれるんだぞ。撃たれない撃たれない。殺される。何もしない。落としたよ。あ、ありがとう。ありがとう。それじゃあね。よかった撃たなくて。ルーサー、戻すなよ。危ねえんだけど。危ない、マジで。いや、ルーサー、シルエットあげてんじゃねえよ。マジで。惑わすな、つうの。